祖母が転んで動けない。夏休みも近い7月のある夕暮れ、クラブ活動に汗を流し、お腹を空かせて帰ってきた S 君その日も夕食の準備をしていたおばあさんが、勝手口のちょっとした段差につまずいて転倒してしまいました。驚いて駆け寄る S 君と妹。おばあさんは意識こそしっかりしていましたが、 足を痛がり立ち上がれません。どうしたらいいんだ混乱しながら S ス君は両親を呼びに妹を走らせ、自らは思わず電話の受話器を握っていました。